クロコダイルの iPhone ケース、その名もザイフォンです。実はね、金運っていうのは財運っていう大きなものがあって、そのうちの一つが金運なんです。その人が持っている財産っていうのはお金だけではなくて、経験であるとか、またその中で出会った人たちの関係、いろんなもの、まあ、そういう全てのものがその人にとっては、まあ、財運の一つになるんですよね。そういうものをね、守る、守護する、その人が生きる上ですごく大切なものがスマートフォンの中にしまい込まれている財産を使ってね、皆さんは日々生活されている、まあ、80年間培ってきたその技術を使って池田工芸だからできる携帯ケースを作っています。なのでコバと言われる部分ですよね。非常にこう、まあ、重厚感のある仕上げを特徴としていますし、黒子の鱗模様をいろいろ楽しんでいただける、そういう設定をして皆さんにお届けしています。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介する池田工芸の製品はこちらになります。クロコダイルの iPhone ケース、その名もザイフォンです。このね、まあ、iPhone を入れるこの手帳型のケースなんですけど、まあ、池田工芸をご存知の方はまず財布を購入される方が多いんです。でそれはなぜかというと、まあ、池田工芸のお財布っていうのはもちろん使い勝手とかね、そういうものをしっかり考えてお作りしているし、素材にもこだわってお作りしているので、まあ、そこを見て買っていただく方が多いんですが、それと同時に金運に絡めてね、そのお財布を買う方が多いんですよね。だけど金運っていうものがどういうものかってちょっと改めて調べていくと、実はね、金運っていうのはその財運っていう大きなものがあって、要はそのうちの一つが金運なんです。その人が持っている財産っていうのはお金だけではなくて、例えばその人が、まあ、その年齢まで過ごしていた経験であるとか、またその中で出会った人たちの関係で、またそういう人たちと一緒に成し遂げた成功例であったりとか、いろんなもので、また自分自身が会社を経営しているのであれば、そこにいる従業員、社員たち、まあ、そういう全てのものがその人にとっては、まあ、財運の一つになるんですよね。なぜクロコダイルで作った手帳型の iPhone ケースにザイフォンという名前を付けたかっていうと、現代で、ね、皆さんお持ちのこのスマートフォンというのはね、先ほど僕が申し上げたように、その人が生きる上ですごく大切なものがこのスマートフォンの中にしまい込まれている財産を使ってね、皆さんは日々生活されているし、前に進んでいかれる、そういうものをね、守る、守護するような手帳型のね、クロコダイルで作ったこの iPhone ケースというのを開発しました。皆さんが大好きなね、掴んだものを離さないというその金をまとったこのクロコダイルで、まあ、スマートフォンの中に入っている財産を守る、まあ、そういうことにこう引っ掛けてね、まあ、ザイフォンというお名前を付けさせていただきました。僕たちはね、バッグを作ったり財布を中心とした小物を作る、まあ、要は職人の集団なんですよね。なのでこの携帯ケースを作る、まあ、そういう専門の職人ではないんですけれども、まあ、80年間培ってきたその技術を使って池田工芸だからできる携帯ケースを作っています。なのでコバと言われる部分ですよね。非常にこう、まあ、重厚感のある仕上げを特徴としていますし、まあ、クロコダイルをね、存分に楽しんでいただけるように、まあ、前面の鱗ですね、それからこの曲がる部分の鱗模様、それからカメラのある後ろの面の鱗模様、こういうところをね、まあ、一本一本クロコの鱗模様をいろいろ楽しんでいただける、そういう設定をして皆さんにお届けしています。 iPhone ケースっていうのはすごく特徴的で、中に入れたこのスマートフォンをですね、挟み込むように作られてるんですね。でこの挟み込むっていうのにはすごく意味があって、クロコダイルっていうのは本当に噛む力が地球上でね、一番強い生物で、本当に掴んだものを離さないという意味があるんですよね。なのでその人の財産っていうのはたくさん詰まったこの iPhone をね、しっかりと掴んで離さない、そういう風な意味も込めてザイフォンと名付けました。池田工芸としてはね、今このザイフォンっていうのは、まあ今iPhone の12からね、13、14と3シリーズ展開します。
各シリーズの中でだいたい4タイプほどかな、ノーマルサイズ、マックスサイズ、まあ、プラスプロみたいなのがあると思うんですけど、そういうものを展開させていただいてまして、で素材としてはここ見ていただくと分かるように、まあ、80周年の池田工芸がこだわった緑ですよね、ティラノで展開しているもの、それから同じく回った黒子ですけど藍染め、それからおつやの黒子大のブラック、この3種類で展開してます。で内側に関して言うとノーマルサイズとマックスサイズでは少し違います。でこれはノーマルサイズのパターンなんですけれども、広げた右側にカードが2枚入るポケットがあって、でまあ僕たちはカード前っていう部分なんですけど、池田工芸のロゴが入っているところを外側と同じ、ティラノの素材で作っています。パターンによってはですね、ここは池田工芸の特別なゴールドパイソンを入れているモデルもありますし、でまたサイズが変わるマックス、それからプラスっていう大きなサイズですよね。その時は逆にカードは2枚で変わらないんですけれども、このサイドから入るポケットが2つになります。2つになることによってここにカード段の段差ができるんですけれども、その部分にこう大きいサイズに関しては黒子を入れたりゴールドパイソンを入れたりして、大きさによって内装の仕様を少し変えています。今回は池田工芸のクロコダイルで作ったザイフォンですね、こちらを紹介させていただきましたので、興味ある方はまたね概要欄に URL 貼っておきますので詳しく見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。お気に入りいただいた方はチャンネル登録と高評価お願いします。